みんながチャンネル登録してくれるように儀式をしています。チャンネル登録よろしくお願いします。ひらさん、ひらさんどこだ？ここですけど。ここってどこだ？ひらさんの家の前に来たんだけどさ、ひらさん、はい、出てこないの？ひらさん、うなちゃんそこ間違ってますよ。え、それうなちゃん家ですけど。おいおい、ゴミ箱だよここ。え、それうなちゃん家じゃないんですか？ひらさん、ここゴミ箱じゃないですかって言うと思って、なんで俺の家になってる？え、うなちゃん家じゃないのこれ？違う、これひらさんの家だよ。でもさ、ひらさん隣り合わせだ。家。え、俺はゴミ箱住んでる。だからか。うん。はい。俺はゴミ箱から生まれてきました。ゴミです。俺たちゴミです。ヒレさん待って。ヒレさん。嫌です。嫌ですよ。待って、こっち。うわ、びっくりしたんだよ。待って、待って。ねえ、ちょっとうえさ。なに。はい。私たち、ミルクチームにしてきたのですが、ヒレさんもしっかり来てますね。はい。ちゃんと投票したんだね。投票しましたよ。ってことは一緒にやりたいってことだったんだ。え、うなちゃんが僕とやりたいって言ってくれたんじゃないんですか？あ、やりたいと、ひろさんとゲームするためにミルクチームしようって言ったんですよ。で、今の話の流れだと僕がうなちゃんとやりたいみたいな。いや、別にそういう、いや、俺がひろさんとゲームをするためにミルクチームにしたんだよ。で、ひろさん、あれだね。それ、似合ってる格好。似合ってますか？うん。ミルクの、なんか、妖精みたいな。似合ってますよ。でも、うなちゃんの方が似合ってますよ。なんか、茶色コーデみたいになってて。あ、これでしょ？はい。かわいいよね。かわいい。これね、実は頭と足ね、これ、スプラトゥーンの大会出た時と同じギアでね。そう。うなちゃん、それかわいいですよ。実はね、ひでおさんの足借りてるんだよね。これ。はい。あ、だから僕の足なかったのか。本当だ。僕、ないんですよ、それ。本当だ。はい。皆さん、足、ごめん。借りてたからなかったのか。そうなんですよ。僕、ないんですよ。なんかないなとは思ってたんですけど、うなちゃんが生えてたのか。ちょっとそこまで借りたわ。ちょっとよかったわ。安心したわ。なくしちゃったのかと思って、ちょっとドキドキしちゃったんですよ。また返すからさ。うん。フェスの時借りるね。いいですよ。うん。じゃあ仲良くフェス頑張ろう。頑張りましょう。我々ミルクチーム。はい。獅子奮陣の活躍しましょう。獅子奮陣って何ですか？ああ、もういいです。ありがとうございました。は、何ですかね、この人。